ケビン・デビット・ソルボはアメリカ合衆国の俳優、声優、プロデューサー、監督、ケビン・ソーボとも表記される。愛称はソーブス。代表作はシンジケーションテレビドラマのヘラクレスとアンドロメダ。劇場映画ザ・コンクエストやほぼ300でも知られる。また、テレビドラマザ・オシーでは最終シーズンの中盤から最終回にかけ主人公を ライアンの父親を演じた。その他、ジェシカ・おばさんの事件簿、ザ・コミッシュ、ダーマンド・グレッグ、ジャスト、シュートメ、シビル、ハイファイブ・マイナス・レイ、23号室の小悪魔などに、バラエティに富んだ役柄で、ゲスト出演している。モデルとしても活躍し、CM にも多く出演している。妻のサム・ジェンキンスも女優である。ミネソタ州マウンド出身、ノルウェー系。 身長191センチメートル。子供の頃より野球、アメリカンフットボール、バスケットボール、ゴルフに長けていた。本人曰く、スポーツの道を進むとしたら一番上手な野球を選ぶことになっただろうが、一番好きだったのはフットボールで、野球には情熱を持っていなかったという。いずれにせよ、常に役者になりたいと思っていた。大学ではビジネスを勉強していたが中退し、 テキサス州ダラスの劇団に入った。たまたま知り合ったモデルの女性についていく形で、ほんの2ヶ月ほど滞在するつもりで、ヨーロッパに渡航した。ヨーロッパには結局、多くのコマーシャルに出ながら3年間住むことになった。ヨーロッパ滞在中もスポーツを継続した。その後、オーストラリアのシドニーで広告モデルを務める傍ら50本以上のコマーシャルに出演しながら、半年住んだ。 そして、アメリカに戻り、ロサンゼルスで、改めて演技の勉強をしながら150本以上のコマーシャルに出演した。1980年代後半に俳優としてデビューし、プライムタイム番組の、ダラス、ジェシカ・おばさんの事件簿、ザ・コミッシュ、ファーストテンなどに、ゲスト出演した。新スーパーマニア、X ファイルの主役候補にも上がっていた。本人曰く、 ヘラクレス以前の2年間ほどは仕事も多く人脈も増え充実していたという出世作となったヘラクレスは1994年にまず5本のテレビ向け映画が放送され1995年より6シーズンにわたるテレビシリーズとして放送されたそのオーディションには様々な体系の俳優たちが来ておりその時点では 制作側のイメージが固まっていなかったらしく、相互はその後2ヶ月間にわたって6回呼び戻されたという。ヘラクレスはニュージーランドで制作され、相互は激しいフィジカルトレーニングを含む1日14時間から18時間のスケジュールをこなし、スタントの大部分も自分で行った。また同番組では監督も2回務め、共同脚本も1回担当した。 ヘラクレスは合計176カ国で放送され、米ウォッチを超えて世界で最も見られているテレビ番組となった。1997年にはザ・コンクエストで劇場映画にデビューし、ヘラクレスも世界的に成功し、女優サム・ジェンキンスとも婚約していたが、その頃から左肩に痛みを感じるようになり、指も次第に冷たくなっていった。同年9月、 三つの脳梗塞がほぼ同時に起こり、左腕内に動脈瘤があることが判明した。脳梗塞の影響で体のバランスが取れなくなり、両目の視力が10%低下することになった。仕事量を減らさざるを得なくなり、ヘラクレスの第5と第6シーズンでは脚本を書き換えたり、ゲスト出演者を増やしたりスタントマンを雇ったりする措置が取られた。三年にわたるセラピーと、 なみなみならぬ努力を経て、ようやく普通に感じることができるようになったが、視力の低下は元に戻らなかった。ヘラクレスの第6シーズン制作中、3年の出演延長をオファーされたが、これ以上やるのは自殺行為だ、ヘラクレス役では燃え尽きたという気持ちから断った。すでに劇場映画でもデビューしていたものの、本人はテレビの方が好きだということで新番組への出演を、 考えており、CBS との交渉が行われていた。そんな折、メイジェル・ロッテンベリーから、アンドロメダの主演オファーを受けた。同作は、スタートレックシリーズのクリエイター、ジーン・ロッテンベリーが残したアイデアに基づいている。もともと、スタートレックの大ファンであった相帽は、興味を示し、ジーン・ロッテンベリーが1970年に書いたメモなどを見せられて、よし、やろう。 と決心した。その際、最低44話の出演と、エグゼクティブプロデューサーの肩書きを約束された。そして、ヘラクレス終了を待たずして、アンドロメダの契約を行った。ヘラクレスの最終は8話のみで終わることになった。相互によれば、アンドロメダの制作開始前に、ヘラクレスをフルシーズン制作するだけの時間はあったはずで、自分としてもそうしたかったが、 後から聞いたところによると、僕が番組を去ることにした払い制で終了を急がせたらしいという。相互はアンドロメダに出演するため、髪を短くした。また、同じ理由で20から30ポンドの筋肉を落としたとされていたが、後に明かされたところでは、脳梗塞後にヘラクレスの撮影現場に復帰した頃にはすでに20ポンド落ちていたという。なお、 髪を短くした後、ジーナの第5シーズン第12話、ゴッドフィリングチャイルドに、久しぶりにゲスト出演したが、その際、やはり髪を短くしていたガブリエルとの再会場面で、お互いのヘアスタイルに関するやりとりがあった。アンドロメダは2000年から2005年までの前、放送期間中、シンジケーション番組ナンバーワンを維持した。相互は2001年には、 シンジケーションテレビにおけるモースとバンクブルランキングで、オプラ・ウィンフリーとレジス・フィルビンに次ぐ第3位に入った。その後も活動を続けており、脳梗塞後だけでも40本以上の作品に出演している。1998年発売のアニメビデオ、ヘラクレスジーナ、ザ・アニメーテッド・ムービー、ザ・バトル・フォー・マウント・オリンポスでは、声優としてヘラクレスを演じた。 テレビゲームに声を提供することもあり、ゴッド・オブ・ウォスリー3でもヘラクレスを演じている。ヘラクレスの第3シーズン第8話、プリンス・ヘラクレスにゲスト出演したサム・ジェンキンスとお互いに一目惚れし、ほどなく婚約した。1997年の脳梗塞の際に病院に連れて行ってくれたのも彼女である。二人は1998年1月に挙式した。その後、 サムは、アンドロメダに、相母が演じた、主人公、ディランの婚約者役として出演した。サムは、相母を支え続け、後年、脳梗塞があったからこそ結婚したとも述べている。相母が45歳、サムが35歳の時、長男、ブレイデンが授かった。その後、次男のシェーンが生まれ、3人目の子供クタビアが、生まれたのは、相母が47歳。 サムが39歳の時である。婚約当時より、相母は、男、男、女の順で、子供が欲しいと言っていたという。なお、脳梗塞の際には、動くことも困難であり、腕を失う可能性すらあったが、当時は一般には伏せられており、その詳細は2011年に出版された、随走録、トゥルーストレングス、マイジャーニーフロム。 ヘラクレス2ミアモータルハウニアリーダイングセーブドマイライフでようやく明かされた。相撲アルター派のキリスト教徒で非営利団体ワールドフィットフォーキッズのスポークスパーソンでもある映画テレビシリーズゲーム。ありがとうございます。